も見ていただきましてありがとうございます。今日はクリスマスケーキを作ろうと思います。材料はお砂糖 100g、 小麦粉100、卵が3つです。そして飾り、生クリームを使おうと思います。そしてパイナップル、何でも入れたら美味しいですよ。22センチのケーキの型です。卵3つを別立てで泡立てます。お砂糖を分けて入れます。しっかり泡立てます。卵黄も残りの砂糖を入れて泡立てます。両方合わせて泡立てます。小麦粉を入れてさっくり混ぜます。160度で50分焼きます。フレッシュを泡立てておきます。美味しそうに焼けました。こんな感じです。少し冷まします。半分に切ります。少ししっとりさせるために缶詰のお汁を塗ります。ホイップを塗っていきます。あとはお好みで飾り付けをして完成です。